前は2番の伊藤聖輝、誘導を切って突っ張っていくか、2番の伊藤聖輝、4番の井上雅史、上がってはいきますが出ていけないか、3番の山崎武史が迎え入れます。今度は緩んだところ、9番の谷口昭政が外目へ持ち出してかましていこうという流れですが、伊藤聖輝合わせる切るか、最終周回です。伊藤聖輝、谷口昭政、両者もがき合って第1コーナーカーブです。2コーナーカーブへ抜けていきますが、2番の伊藤聖輝が突っ張り切るか、あるいは9番の谷口か、まだ両者が踏み合っています。どんじりからは6番の米柴が一発まくっていきますが、先頭2番の伊藤聖輝が突っ張り切るか、あるいは9番の谷口、まだもがき合っています。まだやり合って4コーナーから直線です。がっぷり四つ、2番の伊藤聖輝踏ん張ったか、あるいは9番の谷口開けますか。9番谷口、外目からは4番の井上を突っ込んだ、真ん中には8番の曽我部。どうした、ガッチャン、どこまで伸びたんすか。ガッチャン、ガッチャン、何新規版え失礼した。あ、全然ちゃんと当たったもんだ。ちょっとちょっと谷口さんがね、乗り越えられて、そこからの展開がちょっとね、ちょっと進みましたね、たたき君、はい、ちょっと舐めてましたね、はい、まあ、かなり、2球でこうもがき合ってる形になってました。それもあるかなと思ったんですけど、はい、まあ、伊藤さんはきっちり来る人なんで。ちゃんと踏んで、ちゃんと中段取って、はい、みたいな感じかなと思ったんで、はい、谷口さん強いっすね。まあ、そのね、強い谷口さんとまた明日再戦になります。いや、もう、はい、球種も3人乗って次高波なんで。そうですね、慣れが乗ってくれることになります。かなり、はい、援軍としては強力です、はい、期待してます。ありがとうございます。まあ、地足の真骨頂とはいえ、ちょっと強さ的に、ね、ちょっと不甲斐ないミスだったですね、はい、自分で苦しい展開を持ってしまって、はい、ラインにも迷惑かけてしまったんで、そうですね、まあ、やっぱり課題も自分の中では見えてるんで、はい、そこはちょっとずつ克服しなかったかなと思うんですけど、はい、まあ、ブロックされても前に進めたのは昨日もそうやったんですけど、はい、悪くはないんで、はい、まあ、最後まで結構踏み切れとるじゃん、踏み切れとるんで、はい、あの展開は結構そうですね、きつかったっすけど、はいはいはい、まあ、でもいつもやったらそこでもうちょっとやられて飛んどる感じだったんですけど、はい、しっかり諦めずに最後まで踏めたんで、そうですね、まあ、そこは良かったんですけどね。まあ、強襲はまあ仕方ないとしても2着ちょっと、まあ、まあ、でもそうですね、もっとやっぱりでもあれができとったらもっと楽やしですよね、はい、まあ、ちょっとね、次の勝ち上がりで九州のラインがちょっと分厚くなりそうですけど、そうですね、はい、まあ、あとはもう自分のエースを足立ってるだけなんで、そうですね、しっかり、はい、あ、でも悔しいですね、申し訳ないです、まあ、ちょっと明日期待してます、ありがとうございます。ホームでちょっと下締めた分遅れたんで、はい、あれはもうものすごいちょっと効いたんですね。下からはやっぱりきついですね。3までなんで救われていかんと思って下に降りとったから、はい、あの分がやっぱり伊藤君ダッシュいかですね、はい、で浜井下だけが早いですけども落ち着いて、はい、4番の方が多分一発は行くやろうと思ったので、はい、もうそこで、あとまあ最近やっぱ時代やってるんで、はい、その中を割るのが怖くないからですね、だから今日は落ち着いてちょっとしっかりコース見れたんで、はい、伸びてよかったですね。そうですね、混戦を制したの落ちたんですね。多分松坂は、ね、あの相性もいいんで、はい、はい、よかったです。初日の一着が、あの、そうですね、あれですごい今回伸びてるなっていう感触があったので、はい、なんとか自分でこう一発、はい、あのその勝負できるところを一発しっかり踏めることを集中できたのが良かったです、はい、まあ